ースペイン、まあ、スカイピース実は手を組ん大丈夫さあ、今日は僕が持ってきました。今日持ってきたのはね、僕も足を怪我、手を組ん寝ちゃった、足を怪我して、怪我しました。なかなか歩くのは大変だったんですよ。やっぱりちょっと遠く行くのもね、松葉杖だとちょっとめんどくさいんですよ、うん、そこで僕思いつきました。来ました、クソそうな企画。ドーンだ、短い距離でもタクシーは乗れるのか。クソ企画だった大丈夫、スカイピースの送迎方式に決めたって今さっき言ったばっかな。俺は却下したいよ。これ何これって思ってるもん。どんだけ短い距離乗れるのか。乗れねえよ。そう、行けって言われるだけだよ、きっと。でもやったことないのをやるのが俺たちだろ。今何て言うの歩いて行けと言われて終わりだった。こっち足怪我してますから。まあやっぱりね、まだ松葉杖はね必須アイテムでね、結構近くに行くと大変なんですなんでね、タクシードライバーはどれくらい優しいのか、それを検証していきたいと思います。眩しすぎるな、死んでるよ俺。光がここで待ちましょうか。15メートル先のファミマに乗せてくれるのか、そして1メーターの720円ぶん取ってくるのか。逆に相手の気持ちを思って、いやこれくらいのお客さん歩いた方が安いですよって優しい運転手なのか、しっかり自分の手柄にしようと思って乗せてく運転手、どちらなのかね。乗せてく運転手さんでも優しい人はいるでしょ。そう、これはどっち取っても悪いです。どっち取っても悪いし、どっち取っても優しい。その心は。お前使えねえじゃん。シシ。やば、俺調べよう。マジで調べるわ。ピントをおじいさんに変えるっていう。シシ。暗くなってきましたね、ちょっと。何時間待つんすか、これ。ここ通り悪いね。呼んでみる、もう電話で。そうしようも来ねえから。ソーシャルネットワーク。藤枝仁という男で。ここどこだろう。お電話ありがとうございます。日の丸コールセンターでございます。もしもし。あのタクシー今呼びたいんですけども。住所ですよね。行き先の方はどちらになりますでしょうか。わあ、近くのファミマですね。あ、はい、そうですね、こっち弊社がですね、シシ電波見せて。そんな電波か。もしもし、はい、タクシーをお呼びしたいんですけど、今大丈夫ですか。はい、ただいまお電話いただいているお客様ご利用ですか。はいはいはい、聞いていただけますか。あ、ごめんなさい、じゃあ後でお電話します、すいません。果たして彼は5メートルぐらい隣のファミマにいかがでしょうか。ごめんなさい、はい、大丈夫です。ちょっと近いんですけど、あそこのファミリーマートに見えますか。はい、そこです。そこです。そこまでって言われた。あ、そこまでですかつって入っていきますね。わずか数メートルですね。そこでいいですか。はい、ちょっと近いんですけど、ちょっと今足怪我してて。シシ、僕もまだ数歩しか歩いてないんですけどね。はい、あ、大丈夫です、ありがとうございます。すいません。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ほい今走ってちょん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 って行った距離、この距離分ぐらいなんですけど。あ、お金、今財布を取り出しましたね。あんまいないですか、足怪我してすぐ短い距離ですみたいな。あー、こんな短いの初めてだねあ、ほんとっすか。まあ、すぐ行けるんですけどね、右足骨折しててなかなか。ごめんなさい、早くて。先生、ありがとうございます。助かりました。よいしょ。大げさに松葉杖を出しました。松葉杖ですね、あれ。
ありがとうございますと告げ、彼はまたファミマへと向かうのであった。こっちはしっかり見ております。笑っております。ドヤ顔ですね。かっこよく見えるぜ。やられている。男前出っ歯というのが起きていますね。いい顔してます。彼は今何を思うのか。おっと前歯が出ましたね。さあ青信号になり彼はやってきます。任務達成、お疲れ様です。最後まで見てくれてありがとう。タクシーのおっちゃん優しかったね。うふふって笑うところが可愛かった。オッケーローラだよ。明日のスカイピースはキャンプを凍らせてその処理を当てれるのか。それではお楽しみに。ピー。いやー乗れましたね。いやー乗れましたよ。でも一番気になるんです僕、うんうんうん、この距離お金払ったんですか。まあほんとここだから、ね、ここだよ。ここから向こうだから。ここから10メートル15メートルくらいなんですよ。リアル走れば3秒ぐらいの位置でしょ。そうだよね。でお金お金しっかり730円取られたよ。はいお疲れ。